しい生命の誕生。岐阜県内で昨年1年間に誕生した赤ちゃんはおよそ3万5千人。私たちはこの子らのすべてが健やかに幸せに成長してくれることを願っています。岐阜市長良森町にある養護施設、日本児童育成園。育成園は児童福祉法に基づいて、乳児を除き親のいない児童、親から見捨てられた児童、虐待されている児童、その他環境上養護を必要とする児童を収容する施設です。岐阜県にはこのような施設が9カ所あります。現在育成園には2歳から16歳までの健康な児童78人が収容されています。寮は2歳から4歳までの幼児寮と5歳から高校生までの児童寮とに分けられています。今幼児寮の子どもたち22人が近所の遊園地に散歩に来たところです。この22人の子どもたちを4人の保母さんで見ています。田上さんもその一人。8年前にふとしたことでこの育成園を知りました。それ以来恵まれぬ子どもたちのために少しでも母親の味を教えてやらなければと、実の母親にも及ばぬほど献身的に面倒を見ています。不幸な星のもとに生まれた子どもたち。子どもたちは今無邪気に遊んでいます。しかしこの子どもたちに物心がついた時、自分の置かれている立場を顧みて、果たして親をどのように思うことでしょう。子どもたちの将来は誰も知らない。最近の傾向として両親が子どもをアパートなどに残して蒸発してしまうケースが相次いでいます。兄弟5人でこの育成園に収容されている子もいます。また両親から虐待を受けて近所の人たちが見かね児童相談所に訴え、この施設に収容された子もいます。しかしどんなに虐待を受けても親には変わりません。収容されたおよそ1ヶ月、お母さんを恋しがり泣き続けたそうです。そんな子どもたちを田上さんは保母さんとして母親として、この子らのいる限り面倒を見ることを心に決めました。朝倉園長さん、この日本児童育成園の園長になって15年。保母さんと同じように我が子以上に収容されている子どもたちを可愛がっています。3歳から4歳までの子どもたちは一般の幼稚園や保育園と同じように教育します。こうして子どもたちを遊ばせるのにも一人一人の性格を見極めてから接します。そこは花がいっぱい咲いている森でした。蝶々がひらひらとたくさん飛んでいます。毎年短期大学の保育科を卒業する人は大勢いますが、このような施設に赴任を希望する人はごくわずかで、単に子どもの面倒を見るのが好きだけでは務まりません。子どもたちが自分を必要としているという信念でなければいけません。
中学卒業して住み込みで就職する子供が多いわけですけれども、そして、やがてそれぞれが結婚して家庭を持つという時がいずれ来ると思うんですけれども、その時にこそ自分が求めても得られなかったものとか、またどうしても欲しいと思っていたようなそういうことを思い出して、子供にとって本当に幸せな、自分が子供だった時にこうして欲しかったって、こうだったらいいなっていったことを考えて、子供にとって本当に幸せないい家庭を作ってもらいたいと思いますけども、でこういうところの子供は特にそういう点で普通の幸せに育った子供よりも逆にいい家庭を持とうというそういう気持ちを持って大きくなっていくんじゃないかなって思います。子供たちを元気に育っているというふうなことではお父さんお母さんにご安心願いたいというふうに思っております。しかし近頃幼児たちでお父さんお母さんが蒸発していないというのがいるんですね。ところが子供というものはお父さんお母さんがいるということが非常に精神的な強みで、例えば養護施設でも親のある子がいるわけなんですけれども、親のある子は本当に元気ですね。また朗らかです。親のない子は非常に寂しいというふうなことがありますので、さて現在この写真をご覧になって、もし親があったらぜひここへ来ていただきたいというふうに思うんですね。子供の幸せのために。子供たちが寝静まった夜中の見回りです。風邪をひかさぬよう一人一人に布団をかけ直してやります。こうした施設の保母さんは一般の幼稚園保育園と違って24時間勤務です。休むことなく子供たちの世話をする保母さん、この子たちは今どんな夢を見ていることでしょう。こうして温かい手を差し伸べることが子どもたちにとってどんなに大切なことであるか、私たちはもう一度考え直さなくてはなりません。明日もまた田上さんたち保母さんの献身的な愛によって子どもたちは幸せな朝を迎えることでしょう。